セバスチャン・オジェがディフェンディングチャンピオンとしてシーズンを戦う。昨年のタイトル獲得者用、フォルクスワーゲン・ポロ・ r ール・ WRC。2014年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第42回大会である。シリーズは4大陸全13戦で争われ、WRC-2、WRC-3、ジュニア WRC が サポートシリーズとして開催される。2014年シーズンはヒュンダイが2003年以来復帰する。また、ラリー・ポーランドがアクロポリスラリーに代わって5年ぶりに WRC に復帰する。セバスチャン・オジェとフォルクスワーゲン・モータースポーツが昨シーズンに引き続いてドライバー、マニファクチャラーのタイトルを獲得した。チームメトのヤリー・コール・マラとバラがランキングに フォルクスワーゲンモータースポーツ2のアンドレアス・ミケルセンが3位に入った。2014年のカレンダーは2013年9月27日にクロアチアで開催された世界モータースポーツ評議会で発表された。シリーズは全13戦からなりヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリアで開催される。2014年シーズンのエントリーリストは以下の通りヒュンダイがシリーズに復帰。 ヒュンダヤイ,イ 20WRC で戦う。中、ポイントは乾燥者上位10名に与えられる。パワーステージの勝者には3ポイント、2位には2ポイント、3位には1ポイントのボーナスが与えられる。ありがとうございます。